綺麗なお花ですよ綺麗ですね。ね。さあ、そしてこの色とりどりの花をトラックに積み込んでいるのは福岡の運送会社なんですね。はい、九州から全国、そして全国から九州へとお花を運んでいて、切り花の輸送の全国シェアおよそ3割ということなんです。まあ、九州の花は全国的にも人気だということもあるみたいなんですね。そうですね。まあ、私たちも知らず知らずのうちにお世話になっているという中で、こちらです。その会社の長距離ドライバーの小林真也さん、はい、とある日のお仕事、こちらなんですけど、まず拘束時間が15時間35分、まあハードな1日です。で、運転時間は8時間40分、まあ長いのは想像つくじゃないですか。はい、それ以外の時間、残り7時間、これだけ長い時間何されてるんだろうというところですよね。うん、そんな中、来年始まるのが運送業の働き方改革、その改革の裏である問題が浮き彫りになっているということなんですね。ドライバーの今に密着しています。東京まで乗せてってください。ああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然大丈夫です。福岡市に本社を構える三和陸運、トラックには大きく花の文字、切り花の運送を専門にした会社です。今回の小林さんのお仕事、まずは熊本で花の集荷をして、それを関西経由で東京まで運びます。総距離およそ 1400km、 2日間の運送旅に密着します。緩いカーブになっていい、ね、ここのインターが一番怖いんですよ。そうなんですね。安全運転で事故ないようにだけ行きます。高速道路だとこういう大きいトラックってどんぐらいで走るんですか？ただ基本的に80キロで行きよって、でもやっぱ普通の人たちやっぱ知らないじゃないですかね。なんか煽られたりするんですよね。そう、嫌っすね。めちゃめちゃされますよ、やっぱ。出発からおよそ2時間、依頼があった熊本の集荷場に到着です。そこには花農家40軒分の切り花が、これでトラックの荷台がほぼいっぱいになるそうです。これをトラックに積み込むのもドライバーの仕事。カートから一つずつトラックに移し替えていきます。なんかカートのままでいいんじゃないとか思っちゃったりするんですけど、違うんですね。そうですね、やっぱ量的にちょっと乗らんかなって感じですね。よいしょ。隙間ができないように手作業で一つずつ棚板を取り付け、トラックの荷台を3段にします。花農家が育てた大切な商品、積み込みだけでおよそ2時間かかりました。勤務開始から4時間、ようやく東京に向けて出発です。今現状はドライバーに負担がかかりすぎちゃってるんで、今が大きく変わるタイミングなんですけど。2024年問題という言葉をご存知でしょうか。運送会社では来年に向けて大きな変革の流れがやってきています。来年4月から運送会社に対する労働時間の規制強化がスタート。トラックドライバーの働き方改革です。現状、長距離ドライバーの残業時間は一月で80時間を超えることも少なくありません。それを来年4月からは平均80時間以内に抑える必要があります。しかし、この労働時間の規制が始まると、現在の物流システムが維持できなくなる事態が予測されています。これが2024年問題。改革を迫られている運送会社、福岡市の三和陸運ではある決断をしました。もう僕はワープしてるって言うんですけど、ワープして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 、働きすぎのドライバーを守りながら、2024年問題の対策にもなるウルトラシー。小林さん、ワープゾーンに向けてトラックを進めます。やってきたのは北九州市新門司港。うわ、すごい、でっか、大きいフェリーが。でかいっすね。目の前に現れた
全長およそ200メートルの大型フェリー。うわすごい。本当船の中入ってきて意外と狭いんで怖いですね。意外と狭いですね。さっきかも乗り継いだよ。うわ広。もういろんなトラック止まってますけど、ワープゾーンとはフェリー。ゆっくりと休みながら経由地の関西まで船でトラックを進めてしまおうというもの。でこの時間にこの光景すごいですね。いやもう どこまで続いてるのか分かんないぐらい先にずっとトラックが。これ降りるときにトラックの場所が分からなくなるんですよ。そっか、そうです。ここだけ見ると貨物船のような風景。しかし船内はラグジュアリーなクルーズ船のような雰囲気。阪急フェリーが2020年に新しい船を投入した北九州市と神戸市を結ぶ定期航路です。海を眺めながら疲れを癒す大浴場も。仕事の質上げるためにはこちらはロイヤルルーム。神戸に到着するまでゆっくりと贅沢な時間が過ごせそうですね。さて小林さんはというと、あ、ちょっと待ってください、はい、お、ドライバーズルーム。一般の客室とは別にドライバー専用のエリアが。こんな感じですね。でもシングルって個室っていうのがいいですよね。気が休まれる。2024年問題に向けて今年から本格的に船でのワープを導入した三割くん。あのね、フェリー会社って考えてありますよね。ちょうど高速と燃料代と船代がだいたいイコール近いところに来てますんで、やっぱり船に乗り出すとこれ癖になっちゃうねってドライバーさんはやっぱり言ってくれるんで、優しい気持ちになりますよね。久々こうゆっくりちゃんとしたご飯食べよう感じですかね。もしかしたらこうなんか不思議な感覚ですよね。今までずっと走り寄ったんで。北九州市から神戸市へは陸路なら8時間はかかる道のり。ここをフェリーで行くことでドライバーの勤務時間を大幅に短縮しながらトラックを移動させることができます。このような輸送方法の切り替えをモーダルシフトと呼び、今全国の運送会社が導入に踏み切っています。一方でドライバーの気がかりは休むことで減ってしまう残業代。難しいところですよね。自分ではやっぱり仕事はきついと思うんですけど、給料が例えば下がったとしてもその分休みありますよとかなったら自分は納得できるんですけど、俺みたいにこう結構楽観視しちゃうやつっていうのはやっぱちょっと少ない。翌朝7時過ぎ神戸港に到着しました。おはようございます。おはようございます。ありがとうございました。しっかりと睡眠が取れたようです。しかし、これいかん、やべ。慣れないモーダルシフト。なんとトラックが動かない非常事態。果たして無事東京にたどり着けるのでしょうか。バッテリーは何ですか。